ここで私レムが睡眠についてちょっと説明しますね。当然人間は脳で夢を見ます。夢は神秘で、そして自由です。どんなにロマンチックなことでも、現実にありえないことでも、夢の中では可能です。脳は極めて弱い電波を出しています。これを記録したのが脳波ですね。脳波にはアルファ波、ベータ波、そして眠った時にはシータ波、さらに深く眠るとデルタ波が現れてきます。睡眠にもレム睡眠とノンレム睡眠があります。人間は眠りにつくと、浅い眠りのノンレム睡眠からだんだん深い眠りのレム睡眠へと入っていきます。普通夢を見るのはレム睡眠時だと言われています。ただし、とっても怖い夢はノンレム睡眠時に見ると言われています。そしてレム睡眠とノンレム睡眠はおよそ90分間隔で交代します。夢の研究はいろいろとされているけど、やっぱり夢は人間最後の神秘。いろんな謎が隠されていると思うわ。それじゃあ続き楽しんでね。